フレンチのマンド、これがスタンダードね。お仕事で東京だったのでここで食べますね。あの電車が見えるでしょ。電車いっぱいね、東京はね。よし食べよう。ごめんね、今日はねフォークも何にもないから、ちょっとモンブラン、このモンブランアップルパイよーく見てもらって、栗のクリーム、そして生クリーム、リンゴ、カスタード、グラニーズのモンブラン、アップルパイ。食べてみましょう。リンゴがすっごい柔らかい。ちょっとね、柔らかすぎるね。まあ、モンブランのね、クリームは、栗だから美味しいけど、ちょっと柔らか、柔らかすぎちゃってクリームとね、リンゴが全部一緒の感じになっちゃうわ。でもね、もう一つあるから、もう一つはこれがね、さっきのグラニーズのスタンダードなアップルパイねえ。これまず断面、断面、横横、結構アップルいっぱい入ってるよね。で下がちょっとカステラみたいな感じだね。パイはパイはそんなに光ってないね。パイはこんな感じね。パイはそんなに光ってないから、ちょっとね、あのサクサクではないね。サクサクではない感じだから、これはね、シナモンが効いてる。シナモン効いてて、美味しいんだけど、カスタードクリームも入ってるわ。カスタードクリームもね、中に入ってる。あ、ここここ？中に入ってるから、こぼした。ちょっと柔らかいな、なんかね、全部が柔らかいのよ。なんかパイってやっぱりサクサクのやつが良かったりするからさ、なんでこんな柔らかいんだろうね、パイも全部。まあそういうアップルパイかな。だから今日はね、これは3アポーズ、グラニーズのアップルパイ3アポーズ。初めてです。で、これ。これ食べてるよ。でも、隣のピーカも美味しそう。あ、チェリーパイも美味しそう。でも、これを食べてます。わぁ、でもまたラップだからよく出すね。具に包んであるんだ。アップル。なんかこぼれてきちゃった。へえ、初めてです。ダッチアップで、フォークはつけてくれたやつね。ちょっとじゃあ食べてみましょう。じゃじゃんじゃじゃん。あ、でもなんかボロボロだから落ちちゃうね。わあ。あ、アップルが出てきた。その前にちょっとこの上の部分。上の部分は
なんかシナモンとシュガー、シナモンシュガーと、うん、すごいシナモンが効いて美味しい。アップルこんな大きい、すごい、アップルがこんなに大きいよ、このアップルは。うん、うん、甘い。まだシャキシャキ感も残って柔らかくって、うん、しかもシナモンの味がすごくするから、うん、ちょっとなんか焦げ目があったりして、これ下は、うん、アップルの下は少しパイ、薄いパイね、薄いパイだから、うん、これは結構美味しい。こんなダッチパイなんて知らなかった。なんで上がでもパラパラなのね、うん、パイで包むんじゃない、こんなアップルパイもあるんだ。うーん、まあこのダッチパイね、結構レーティングはね、うん、リンゴが大きい、シナモンの味がする、サクサク、この上がサクサクするからね、なんかパイクラストじゃなくても、うん、ちょっと新鮮です。私には新鮮だから4アップス、4にしましょう。うん。